い、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、映画インターンシップについて話していきたいと思います。この映画は2013年にアメリカで放映された映画で、2人の営業マン、セールスマンが全然知識もない IT の世界に飛び込む、でしかもあの世界的な超大手 Google 社に入社するまでの話を書いた映画なんですけども、僕ねちょっと実は縁があって、まあ4年ぐらい前になるかな、ちょっと実は Google にいたことがあるんですよ。なのでちょっと今日はこんな服を着てるんですけど、あのね、その映画の中で、まあ、ビリーとニックっていう2人がいるんですけど、腕時計をその2人売ってたんですけど、もう腕時計を見る時代じゃないということで、まあ、アメリカっぽくね、あのその場で解雇されちゃうんですよね。お前らいらねえって言って、でそれはもうスマホがあるから時計もいらないしっていうことで、まあ、2人はもうねどん底に落ちるわけですよね。どうしようって、で1人はまあコネを使って、しかも自分のスキル、営業っていうスキルもあるから、あのマットレスの販売の営業をすることになるんですよね、まあ店の中で。そうしたらもう一人のビリーっていう方が、おい私このままでいいのか、もうチャンスは夢は目前にあるかもしれないのにって言って、何言ってんだお前、 Google の面接が30分後にあるからお前ももう今すぐやめろみたいな、すごいアメリカらしい発想というかね。でまあその一人は辞めて、一緒にまあこういう、なんでしょうか、Zoom みたいな、リモートで面接を受けるわけですね。で、Google の本社はカリフォルニアあるんですけど、でその時二人はね、もっと全然違う場所にいて面接を受けて、でもう全然ダメなんですよ。二人はね、すごいトークは上手いんですけど、もちろんスキルがないので、まあ受かるわけないんですよ、本当だったら。まあそこは映画なんですけど、本当にね 99% の人がもう無理って言ってたのに、一人だけが、いや Google 社にはこういう人たちも必要じゃないですかみたいな、それが Google のあるべき姿じゃないんですかみたいなことを言って、じゃあ分かった、じゃあもう家取るよって言って、二人が見事合格するんですよね。でそのインターンシップにはまあ合格したんですけど、そこに行ってまあね、何百人いる中のワンチームだけが正社員になりますよっていうのはあるんですよね。でそれで結局はもう力を合わせて最終的にはまあ社員になるんですけど、その途中でね、なんかビリーが初めて Google 社に行って、なんかちょっとコーヒー買ってくるわって言って買いに行くんですよ。でこれいくらって言ったら、無料です、店員さんがね。あ、そうなの、はいはい、マジみたいな感じで、あ、本当に無料です、じゃあこのバナナも、はい、1本でもいいし2本でもいいし、ベーグルもタダですよって、2個でも5個でもいいしよ、じゃあ7個ちょうだい、冗談なつもりで言ったのかもしれないけど、いいですよって全部無料でもらうっていうシーンがあって、で実は僕もそのまあ Google Japan の六本木に勤めてた時に初めてね、あの入って、じゃあコーヒーをまあ先輩からこんな風にもらうんだよって言われるんですけど、並ぶじゃないですか。そうすると一番最初に聞かれるのが、どの豆にしますかって聞かれるんですよ。めちゃめちゃ種類あって、そのメニューが、豆から選ぶなんて僕全然コーヒー分かってないから、どうしようっつって、結局はなんか、じゃあ苦いとか酸っぱいとかね、酸味があるとかある中で、じゃあこれ出て適当に選んで、そしたら名前を聞かれるんですよ。で高台ですって言ったら、分かりました、ちょっとお待ちくださいね、で高台さんって呼ばれるんですよ。無料ですよ。でも六本木ヒルズにあるんですよ。六本木ヒルズの4フロア借りてるんですけど、眺めもめちゃめちゃ良くて、なんかね、僕なんか大学も出てないですけど、そこで働いてる時に、まあほとんどサンダルみたいな靴で半ズボンで Mac のパソコンを片手に六本木ヒルズをね歩いて会議室に向かうんですよ。その時にね、こう景色がいいじゃないですか、まあ、勝ったなと思ったんですよね。なんか分かんないけど勝ったなって思ったのはまだ覚えてて、はい、そこで、まあ、僕が驚いた話なんですけど、まあ、Google に行って、まあ、一番最初に驚いたのはもちろん施設の豪華さとか、あのね、キラキラしてる感じもすごいあるんですけど、まあ、ご飯がめちゃめちゃ美味しいんですよ、Google って。で僕はあの昔の写真を漁って、来たんですけど、まあね、結構ね、いろんなメニューがあって種類も豊富だし、ぶっちゃけね、ちょっと写真撮るの恥ずかしいぐらい、みんなが当たり前にしすぎてるこのね、六本木っていうところで、みんないつも当たり前に食べてるわけですよ。それをもちろん食べ放題で、メニューめちゃめちゃあって、でその日によってテーマも違うし、一箇所じゃないですよ、レストランも各階ぐらいにあって、で一つはもう普通にカフェで、なんかもうめちゃめちゃおしゃれなカフェを想像するじゃないですか。そこにある、まあ、スタバでもいいんですけど、全部食べ放題みたいな感じです。クッキーからサンドイッチから野菜スティックから全部です。で各階にちっちゃく細かくそのカフェスペースみたいなのがあって、そこでは果物もあるしシリアルもあるし、
もうガムからコーヒーから何でもあるんですよ。そこでも一瞬来てちょっとほっと休んでまた仕事に移るみたいな感じのみんなこうやってるんですけど、めちゃめちゃ施設は豪華でしたね。まあ驚いたことたくさんあるんですけど、その中で食べ物も無料じゃないですか。で一番最初の方はさっき言ったビリーみたいにめちゃめちゃ食べちゃったんですけど、よくね、この辺り見回すとね、太ってる人がいないんですよ、マジで。そう、太ってる人が全然いないなって本当に思ってて、でしかも結構 Google ってイベントがあって、その度に僕も参加してたんですけど、なんか美人がめちゃめちゃ多いで、男性もかっこいい人めちゃめちゃ多い。なんかね、雰囲気ですね、もう育ちのいい人たちが集まってる感じ。でそんなところにね、こんな野蛮な僕が入ってって、なんかいいのかなって思いながらね、パーティーとかも参加してたんですよ、ね、ハロウィンパーティーとか。そう、ハロウィンパーティーも綺麗な子が多かったっすね。でどこまで行っていいか正直わかんないですけど、まあ、まあなんかもし本当にやばい情報だったら、僕のこの動画が消されるか、僕自体のアカウントが消されるか。まあね、この YouTube も Google さんが持ってる会社なんで、ちょっとやばいかもしれないですけど、僕 Google 入社した時に、なんか英語でこう、それぞれなんか説明、オリエンテーションとかあるんですよ。で、オリエンテーションが終わって、で、そのオリエンテーション自体はもちろん英語で、外国の、まあ黒人の女性だったかな、が説明して、で、なんか僕なんかはわかるからいいけど、わかんない人も中にいるんですよ。で、全然なんか、椅子が足りなくて、じゃあ、で英語でね、後ろから椅子取って座ってって言ってるの誰も動かないんだよ。いや椅子取ってって、俺自分の椅子あるから、なんでこいつら動かないんだろう。椅子取ってって言ってますよみたいな。え、英語わかるんですかみたいな。よく入れたねこんな人がって思ったけど、まあそんなね、一瞬もあって、でその後終わってから、Google って、いや、まあもちろん世界的な企業で、受付嬢いるじゃないですか。めちゃめちゃ美人なんですよ、本当に。4人、5人、まあもう何人全員美人なんですよ。でその人たちが、いて、なんかね、こう、写真撮影をすると。で、ID を作るんで写真撮影しますよって座らされるんですけど、普通写真撮るときって、こうカメラがあって、こう撮るじゃないですか。じゃなくて、三面鏡みたいな、なんていうんですかね、こう、フラッシュとカメラが3箇所からこう撮ってるみたいなんで、せーの、バチンって撮るんですよ。ほんで、普通なんかそういうのって、こう、あんまり日本の歌手って笑って撮らないじゃないですか。僕めちゃめちゃ笑顔で撮ったんですよ、こう。そしたら、お姉さんたちに、いい笑顔ですね、なんて言われて、ありがとうございますって言って、まあ、仕事に戻るじゃないですか。ただ、1週間後くらいに ID が届くんですけど、それが 3D。だから3箇所から撮ってるから、僕の顔がこう、こうやってやると、こうやってやってるみたいな。めちゃめちゃすごくないですか？めちゃおしゃれで、そう、それは特に驚きましたね。まあ、Google の人たちもすごく忙しい人たちが多いんですよ。で、頭もいいし、ね、仕事もそんな1時間、1日ね、8時間なんか絶対終わんないようなことやってるんですけど、ね、昼寝スペースがあるし、あとなんかね、レトロゲームとか、もうゲームやり放題のでっかい部屋があって、テレビゲームね。で、そこの部屋には卓球台があってとか、だからパンチングマシーンもあったかな。もう何もかも揃ってんすよ。で、バスケットコートがある、ね、会社、国の本社もあるらしいですけど、まあ、本当にでも全部揃ってますから、で六本木ヒルズあるじゃないですか。六本木ヒルズ のワンフロアを4つ借りてるんですよ、 Google って。借りてたんですよ。で聞いたら、そのワンフロアが1ヶ月家賃1億円するらしいんですよ。もうすごいですよ。でもレストランはレストランでめちゃめちゃ一流のシェフ雇ってるし、材料もいいし、もう自動販売機ってね、もう自動販売機もちろん無料ですけど、揃ってるジュースがめちゃめちゃ豪華なんですよ。なんかその黒ウーロン茶のちょっといいやつ、まあまあいいのが置いてあるんですよ。それもびっくりしましたね。でなんかその会議室、さっき言って会議室行くんですけど、予約をまあ Google のシステムで予約するんですよ、この時間使わせてくれ。でその会議室の名前がなんかほら A1 とか A2 とかじゃないですよ、山手線の名前なんですよ。秋葉原とか上野とか御徒町とか。だから今日秋葉原で何時から会議ですって言うと、その駅の名前の会議室に行くんですけど、まあね、そういうのもね楽しかった。あとはGoogle の中の Facebook みたいなやつがあるんですよ。で、それは映画の中でも一応紹介されてるんですけど、その人のスケジュールがわかるし、なんかその、一応自己紹介みたいなバーって簡単に書いてあって。で、僕知らなかったんですけど、このルール。まあもちろん仕事で来てるから、そういうのを目的にしちゃダメらしいんですよね。
だけどあのオフレコです、もう4年前の話ですけど、その当時いた、まあ、社員じゃない人が、社員の人になんかランチ行こうよみたいな、女性がね男性の人に 何